えー、今日の流れでございますが、えー、マイトークのセンターハイブリッド、まあ、あのインターコム様の、えー、ご紹介を第1部と、AIOCR のネットスマイル様の、えー、ご紹介というのを第2部ということで、で最後にあの私どもの RPA、i p a スロボの、えー、ご紹介というのを最後に、えー、行わせていただく予定でございますので、まあ、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。 まず第1部ということで本セッションではテレワークで処理しにくいファックス受注処理のリモート化自動化マイトークセンターハイブリッドのご紹介というタイトルで弊社のファックスサーバーソリューションマイトークセンターハイブリッドをご紹介させていただきます。 まず日本では受発注業務においてファックスという文化がすごく残っている、まあ、日本とドイツぐらいなんですけれども結構特殊な国になっておりましてまだまだファックスで例えば注文書とかお見積り書とか、まあ、あの納期の回答書とかをやり取りをされている企業様が多くいらっしゃるという文化がございます。 やっぱりファックスっていうのは相手先様とのあの関係上、こちらから急にやめるよというようなことが言いづらいような通信手段になっているので、結構ファックスのやり取りというのが今でも多く残っているという現状がございます。マイトークを導入しますと右側のアフターのところですね。ファックスは紙で出なくなりましてあの電子化されますので、ファックスを受信しますとメールとかポップアップでまず担当者様に通知が届きます。 でマイトークでウェブクライアントとして、あのウェブ,ブラウザーからご利用いただけるメールライクな画面をご用意しておりますので、お担当者様のパソコンから、こちらのファックスの受信のものが確認できるようになっております。右側のアフターでは、先ほどの Web クライアントの画面からのテキスト、キーボードで入力をしていただいたり、それからの電信印スタンプですね、そちらのデザインをあの作っておいて、簡単に押すことができたり、 長めの文章も定型文で登録できますので、簡単にスタンプ間隔であの使っていただくことができるようになっております。あの右側のアフターになりますと、先ほどの書き込みを行った画面の後そのままあの送信の依頼ができるようになっておりまして。 あの受信ファックスに書き込みをして返信をすると、あらかじめ相手先様のファックス番号がセットされた状態での送信依頼ができますので、こちら、すぐに間違えずに送信をするということができるようになっております。右側のアフターになりますと、先ほどの Web クライアントの画面からイメージも合わせて、パソコンから確認することができるようになっておりますので、とても便利にご利用いただけるかなと思います。 失敗した記録ですねこれがあの赤文字であのバッテンがついて表示されますのであのすごく分かりやすくなってますしそこからあの簡単に再送信を依頼するということもできるようになっております。紙なのでちょっとまあなくしてしまったりとか、まあ、ちょっと破ってしまったりとかそういった危険性がございます。それからよく伺うのがあのお客様ごととか年度ごととかにファイリングをしてそのファイルが棚にすごい。 たくさん並んでるっていうようなお客様のお話を伺うんですけれどもちょっとファイリングをするのには結構時間もお手間もかかっているかなと思います。これが一番電子化した時のメリットだと思うんですけれども日付とか相手先様の会社名とかそういった情報で簡単に必要なファックスを検索できるようになりますのでちょっとあの時のファックス探さなきゃっていうようなところも簡単に探すことができるようになっております。 それでは、マイトークをご導入いただいた事例を2つご紹介させていただきます。まず1つ目がテレワークのご対応で導入いただいた事例ですね。AI のアシストでさまざまな形の帳況を読むようになってきた。結果としてオフィスでこう使えるようになってきた。そこが大体2017年ぐらいに寝まして、AI おっしゃる、すごく注目されるようになってきたという形にあります。 前の質問ともこちらは関係してくるんですけども、あの企業間でやこういろいろやり取りする情報ですね、紙であの行われているものってまだまだ、このし崎さ,さんからですと、見積もり書をいただいて、まあ、注文書を送って、であの入荷時に納品証を受け取って、あの月末に請求書を受け取ってというようなもの。 徳井崎さんとはあの、こちらから逆にある見積書をお送りして、あの注文書を受け取って、受注入力をしてで、出荷時に送り状の秘書をつけて、結末に請求書を送って、で場合によってはの支払い明細書を受け取ってというようなさまざまな紙収入やり取りというのはされているかと思います。で秘書の,あのおっしゃるエアスキャンドボンなんですけども、割とこの辺のやり取りされる情報を読み取るというのは得意としておりまして、あの結構多いのが、ですねこの左側の椎崎さんから受け取る部分に。 もうあの結構使われておりまして、請求証券取って支払い処理をする債務の部分ですね、経緯の方がやられているような部分、こちら月末結末決勝の経緯の方のこう残業などを減らしたいというような山崩しをしたいと、業務のです、ね、山崩しをしたいというところで相談いただくことが多いです。あと直近ですと、あの物流伝票のです、ね、読み取りなどで、この納品書券以上の読み取りといったものも増えております。月月以以降降ですね今年の4月以降 あのすごく増えているのはこの右上の注文書を受け取って受注処理をするという部分ですね。で特にあのファックス受注、こちらを在宅で処理したい、こういった相談をあのすごくいただくようになりました。で弊社製品 AI スキャンドルを,ととをまとめますと、ですねこのようになります。1つ目がですね 少量多品種というふうに弊社でこう表現しているんですけども、あの注文書、こうバラ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 いろんな各社さんのですね自社のフォーマットでこうバラ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 来るようなものですね、こういったものを有名としたときに、手間が少なくなるように考えて作ってますという製品になります。で、2つ目がですね、あの1回目だけは、この会社の帳票はここを読むんですよっていうのを a s スキャンドゥに教えてあげる必要があるんですけども、あのそれをテンプレート設定というふうに言いまして、これがすごくやりやすいです。 っていうのがあのある意味1番の特徴になっております。これは実際導入していただいたお客様にですね。あのよくいただく声になっております。で、いただいたあ、この1度作ったですね。帳票に関して、なん帳票の定義テンプレートに関してなんですけども、いただいた帳票をエースカンズに渡すとですね。こちら、特報の会社のどの帳票なんだろう？っていうのはエースけども自動判別してくれますので、まあ、この辺り、あの手間がかかずも考えずに、どん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 帳票渡してしまうということができるようになっております。 あとあの直近、ですねすごくおあの注目されている特徴なんですけども、ロボットとの連携がスムーズですと、iPass ロボですねの連携がスムーズですというところで、結構、AIOSHIRE 単独ではなくて、ですねこう受け取ると、ファックスを受信してで、このテキスト化して、そのあと機関システムに連携するという部分、ここまでセットで考えるお客様がすごく多いというところもありまして、このロボットソフト、iPass の連携がスムーズですというのは、すごく皆さん注目されている部分になります。 実際あの動くものであのどのような製品なんだっていうのをご覧になっていただければというふうに思います。えっと RPA えっ、ー、とまあ知らない方のためにちょっとお話しさせていただきます、えー。ロボティックプロセスオートメーションこれの RPA これの略でございます。えー、実際にはですねえっ、ー、とこんなふうに説明されるケースが多いです。コンピューター上で行われる作業を人に代わり自動化する技術で、えー、仮想知的労働者 デジタルレイバーなんて呼ばれるケースもあります。まあ、ちょっと堅苦しいんですけど、導入している企業さんでよく聞くのはですね、えー、と従業員、えー、チームのメンバーの一つにロボットが入ってて、そのロボットに社員番号とか名前なんかつけて、なんか愛着持ってです、ね、使っているケースが多いです、まあ。チームメンバーとして、えー、と使っているというような話はよく聞くものです。 我々提供している RPA、i p a s ロボット、どんな立ち位置なのかっていうのを、まあ、大きくこのページでまとめさせていただいています。一、えー、番はですね、こう現場部門、現場で使えるデスクトップ型 RPA、ここを重要な立ち位置としておいています。なので、プログラムの知識がない、あと現場レベルの方でも運用が可能です。それから、PC にインストールするとすぐ運用開始できるので、大規模なサーバーを用意して、えー、と開発パートナーさんにロボットを作ってもらって、 報酬を受けてから作るみたいな。そういう時間なく、すぐに運用が開始できます。はい、今映っているのがこれ、ipad ロボの画面になります。で、最初に、えー、特定の操作を分かりやすく表示してます。よっていうのがここですね。クリックします。ダブルクリックします。右クリックします。みたいなとこ。ろ。他にもキーボード入力します。みたいなものがあります。で、実際にえっ、ー、と先ほどお話しした excel を立ち上げます。よで、どうやって記述するかって言うと。 えー、ダブルクリックをしますと、画面が反転をして、画像認識ってこういうことですね、ドラッグアンドドロップでこれを指定する。となると、この画像をダブルクリックするっていう、えっと、こういうコマンドが1個追加されます。これ実際実行をしてみると、今、私、触ってないんですけど、Excel をクリックして、Excel を立ち上げるっていうような、こんな記述になります。 これが画像認識技術を使って、えっ、ー、と、スクリプトを記述するっていう内容になります。ではですね、実際、先ほどの Excel に商品 A, B, C、ここに A に50を入れます。下に20 120を入れます。最後80を入れますみたいな、こんな、えっと、ロボットの記述があるんですけども、こいつをですね、ちょっと動かしてみようと思います。